ジャマールティーン・アフガーニー。ジャマールティーン・アフガーニー。アラビア語表記で、ラテン語表記で、1839年から1897年5月9日は、19世紀に活躍したイスラーム活動家の一人であり、おとえた。イスラーム世界に外国の統治が及ぶのを拒絶し、オスマン帝国やガージャール・アサの先制体制を批判した。また、アフガーニーの信念は、 ムスリムの間での団結が欠けていることに問題があるというものであった。アフガーニーはまた絶対君主制よりも法治国家の立憲性が優れていると確信していた。彼の伝統的なマドラサにおける教育はファルサファと呼ばれるイスラーム哲学とイルファーンと呼ばれる神秘主義に基づいていた。アフガーニーの生誕地をめぐっては諸説ある。一つは アフガニスタンのアーサダバードで生まれたとする説であり、もう一つは同じアーサダバードでも、イランのハマダン近郊のアサダーバードで生まれたとする説である。イランではこの説が有力であり、日記クリエの表伝でもこの説を取り、ジャマーロッティにアサダーバーディー呼ぶ。サイードの家に生まれたアフガーニーは、17歳ないしは18歳の時には宗教教育を引き続き行うために、 インドに留学した。最初に訪問したインドにおいては、イギリスによる植民地政策に反対するイスラーム主義の活動を胸に秘めてのものであった。アフガーニーは反植民地主義者であったが、同時に当時のイスラーム指導者層にも反対の立場をといた。インドを経った後、アフガーニーが訪れたのはエジプトである。エジプトでは多くのイスラーム主義者と会う機会を獲得した。 だが、アフガーニーの主張は、イギリス政府当局によって、警戒を受けるものであったので、アフガーニーは、エジプトを去らざるを得なくなる。その後、アフガーニーが滞在したのは、イギリスであり、しばらくの間、新聞の出版に従事した。アフガーニーの日記によると、私は、イギリスではイスラームを確認することはできたが、ムスリムはいなかった。エジプトは、その逆であるという記述がある。 アフガーニーは、その後、ペルシャ、現在のイランとアフガニスタンの領域に戻り、当時のシャアに対して、改革の実施を促したが、シャアは最後まで、行動を起こすことはなかった。アフガーニーと彼の支持者は、モスクで、シャアが我々の要求を受け入れない限り、ペルシャを去る意思はないと公言した。しかし、当時のシャアであったナーセロッティンシャアは、アフガーニーをトルコへ引き渡す、流刑処置を取った。 そこで、アフガーニーと、その支持者は、トルコへと移動したが、そこで、アブデュルハミト2世によって投獄される。このトルコでの投獄の原因は、1896年に、アフガーニーの支持者の一人が、ナーセロッティーンの暗殺を実行したからである。アブデュルハミト2世は、そのニュースが明らかになったがために、アフガーニーと、その支持者を投獄した。その後のアフガーニーは、 アブデュルハミト二世の庇護の下でイスタンブールで生活を過ごすことになった。ペルシャ側による引き渡し請求に対してアブデュルハミト二世は拒絶の姿勢を取った。その理由は彼自身が進めていたの政策をアフガニーと共同して実施したい意向があったからと推測される。トルコでの生活でアフガニーはイスラーム各国及び指導者に多くの手紙を送っている。その内容は イギリスによる統治に対抗する形での団結を訴えたものであった。また、同時に、スンナ派とシーア派の間の親善関係を築くことにも挑戦した。歴史家によると、アブデュルハミト2世は、アフガニーがアラブ人指導者やイスタンブールに滞在するイギリス交換と会談を重ねることに対して徐々に疑惑を持つようになり、トルコからの出国を認めなかった。 アフガーニーは1897年5月9日、イスタンブールで隠しした。はじめはイスタンブールで埋葬されたが、1944年にアフガニスタン政府の主張もあり、アフガニスタンに遺体は埋葬され、カーブル大学に再び埋葬された。アフガーニーを起源とするパンイスラーム主義は連帯を主張するだけではなく、 オスマン帝国やガージャールアサの先生を批判した。その理由は、列強による植民地化、例えばインド、パキスタン、北、アフリカなど、反植民地化、例えばペルシャ、エジプトが進展する現実を直視しないで、有効なレジスタンスを築くことのできない王朝は、イスラーム世界を防衛する責任を果たしていないし、その能力を欠いているという認識を持っていたからである。 また、アフガーニーはジハードを抗議の意味で捉えた。アフガーニーが直面した現実は、停滞したイスラーム社会の悪兵の一層、イスラームの原点への回帰、時代の要請に適合するイスラーム解釈であった。これらの思想は、8年間滞在したエジプトでは、後のアラビア運動に影響を与えたほか、イランでは、利権回収を求めるタバコボイコット運動を、 呼び起こすなど、各地に確実な足跡を残した。アフガーニーの思想は、ムハンマド・アブドゥフ、アブドゥとも、ヤ・アブドゥフとアフガーニーが1884年に出版した、仇絆に感銘を受けた、シリア人のラシードダーに引き継がれていった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。